盗んだもん。アーシュの財布を盗んだの。ごめんなさいなのだ、つむぎ。これ、返すのだ。どうしてこんなことしたの？お金に困ってたの？だったら相談してくれれば少しくらい貸したのに。アーシュたち友達でしょ？ごめんなのだ。でもお金に困っていたわけじゃないのだ。ちょっとした出来心だったのだ。そっか、すごい悲しいよ。でもこうやって正直に謝ってお金も返してくれたわけだし。ごめんなのだ。お金は少しだけ使ってしまったのだ。焼き芋を買ったのだ。あ、そうなんだ。話の途中だけど、このままだと冷めてしまうのだ。もったいないから温かいうちに一緒に食べようなのだ。半分こして小さい方は紬にあげるのだ。ちょっと、ずんだもん、なんかおかしくない？これって足の財布から抜いたお金で買ったものだよね。ごめんなのだ。じゃあ大きい方をあげるのだ。もういいや。ごめん、ずんだもんとはもう付き合えないや。友達だと思ってたのに、すごい悲しい。じゃあね、つむぎ。僕は冷めかけの焼き芋を食べながら少しだけ泣いたのだ。いつか仲直りできる日が来るのかな。それともこれでもう終わりなのかな。